まあ今あれですよね、千畑のみんながあのサウナで反省会をやってるというね、うん、しかも福田は眼鏡かけたままだったというあんなサウナ室でいやみんな眼鏡かけてますからね、だってなんかまた別デザインですね、そうですね、そうですね、カップが、そうしかもちゃんとのカップの中の紅茶の色が違うんですよ、それぞれ それぞれ ね自分に合わせた紅茶を、でもポット一つしかないですけどね、おはあ、それは鋭い、それ気がついたえ、ティーバッグだったじゃないですか。ああ、なるほど。お湯だけのお湯だけ入れるっていう。ここ見ると、あれ日本語の意味分かってます、ね。もちろん分かってます、ね。いや、ちゃんと普通に日本語。分かってないのはカチューシャだけだったっていう。分かってやってるよってのは見せてるからちょくちょく。が勉強になったのですか、なぜかお風呂に入らないやつらっていう、はい、ここもあの翔さんのようにある、実際にあるね、そうです、小さなゲームコーナー、ゲームコーナーがあるんですね、はい、こういうのかな、はい、あの失礼のないようにはしましたけれども自動車部もう直してるんですよね、あ、そうだ、早いな、傷もきれいに消えてますし、そうそうそう、なんかあれなんですかね、自己修復でもするんですかね、お笑いの選手っていうかもう早すぎるよ、生き物ですか、あの、ね、まあ、形状記憶なんとかみたいなのがあるので、新しい設定だね、別の設定で、まあ、形状記憶なんとかでも無理じゃないですか、バラバラになったものあのいや、お湯かければ治るとか、そうそうそうお湯かけたらズル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 、そうそうそう、部品が呼んで、なんか夜のうちに部品がグリ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 って持ち悪い、それを見ちゃいけないんです、そうそう、見たら治らない、いや、見たら帰ってこれないんですよ、きっと、もしくはあの自動車部が魔法を使ってあの時間巻き戻してるとか確かに戦車のうち何両かは怪しげなところになんかありましたからね、置いてありましたからね、発見時にね、水の中とか、どう考えてもね、洞窟の中とか何かね、見ちゃうとね、奴らは生きてるのかもしれない、見ちゃうと飛んで逃げてっちゃうんですよなるほど、いやどういうネタいやいや恩返しで直してくれてるそうそう見てしまわれたのですね、そう決して覗いてはいけませんって言って戦車の恩返し、なんか作ってるんですか、じゃあ戦車があもう戦車があの大笑いの勝利を祈って、あ、そういう、そういうのをね、なんかスピードで続きする、いやできないできない我が家こうやって学校が閉鎖になっちゃうわけですけども、この辺もね、あの全部一人一人の動きが後でね、あの、うん、モーションを起こした時に違ってたりとか、この辺とかね、そうそうそう、細かいですよね、細かいですよね、意外とね、こういう地味なカットですっごい原画に時間かかってきましたね、あのこの後のね、あの学校でみんながこう走ってこう出てくる、あのシーンとか、あそこが一番大変な、大変だったって話は聞きましたね、走り方全部違いますからね、そうそう、全員動いてますからね、なんか原画マンさんには払ったお金もすごい額になったってのはちらっと聞きましたねこだわりがもうね異常ですよね、本当にそんなことやってるから一回見ただけじゃ分かんないんで、吉川先生みたいに37回も見てもまだネタが分かんないっていうのがあるぐらいなんですから、まあ、途中までね、あの仕事っていうかこれのね、あの監修ブルーレイになるためにちょっとの、まあ、ミステイクなところを探すっていうのがそもそもの始まりだったんですよ、だん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 言い訳いらないから、それは忘れてみました、誰も信じてないから、ないから、もう好きで見てました、本当のこと言っちゃって楽になっちゃいなさいそうだって仕事場のねすぐかなと思ってもう全部使いましたもん全然足りなかったんですね。大きな学校なんですよね。すごいですね。あの3万人もいるわけですから。生徒会室がここ非常にでかいですよね。世界的な権限を持ってるからですね、ここはね。うん、まあ相変わらずあの先生がどこにいるのか分かんないですけど。まあ、テレビシリーズ1話でちらっと僕は見たような見なかったようなっていう。まあ、車はとりあえずね。理事長がいることはね。車は潰しましたけれど。校長だった、ね。校長でしたっけ？校長がいることは分かりましたけどね、小説じゃないドラマ CD でちょろっと出てくるぐらいですね、高い車をもっと高い戦車で、踏み潰したという踏み潰すというあれは監督がこだわったところですからね、あの潰す車も含めて、結構絵コンテで細かいそういう指示がもうすでに入ってますよね、監督のコンテは細かいですね、本当に、あとあの今回小林さんのコンテもまた細かかったですね、そうですね、両方とも細かいから指示が、まあ、でもいつも思うんですけど、この生徒会3人を1人で演じ分けてるのがすげえなー、ね、あここね、風紀院ですね、あーごめんなさいごめんなさい、風紀院ですね、はい、またね、いやみたいな、みたいですね、まあ、しかもね、ドリフトキングがドリフトをするっていう、
運転席だけシート書いてあるんですよね。そうです本当に。他はそのまんまなのに。シートベルトも4点式になってますね。ありゆるな。お嬢の学校が。あの疑惑の劇場版唯一のものを食べてるシーンと言われたけれど食べてないよというけども食べたかもしれないというシーンですね。この手の動きはなんかどうも食べてるには見えるんですけど、でも若干ね口から遠いんですよ、うんうん、ていうかもともとあれじゃない、これ花さんってこの引っ越すというか出るためにはあれ花の種を集めてたんですね。そうそうそう、要するにどっかでまた咲かせようっていう、だからねその次のあのこの後のカットでちゃんとビニール袋を持ってるんですよ。そうそうそう、あれ何なんだ、なんかコンビニの買い物かって最初分かんなくて思ってたら、あれはね花の種が入ってるだから花はどこでも咲くっていうのを言って、そう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 、よく考えてみりゃ、うん、だってあの殻ついてますからね、あのまま食べないですよ、ね、ね、いってないですから、いってもないし、殻むいて食べます、生ですからね、いやでも花さんなら分かりませんよ、花さんあの美食家ですから悪食ではないのでですね、でもあれは花についてた虫かもしれない、うわそこか、大事なタンパク源だね、バールのようなもの、今そうあのシーン好きですよねこの後ちゃんと持ってるしかやってる、あとねこの8球がねものすごく進化してるんですよ、テレビシリーズに比べて。それはそのモデリングがモデリング、ほら、はい、これちゃんとね履帯とあのフェンダーの間に、あの今映ってましたけどちっちゃな天使孔のスリットとピストルポートが書かれてるんです使わねえしそうでまだあれ実写じゃ分かんないじゃん、なんか暗くてアニメだから、あのこんな夜の死んでもはっきり分かって、あれはねフェアのファインモールドさんが多分こだわって追加修正されてるんですよテレビシリーズからまあそれをちゃんと受けて修正する方もすごいなと思います、ね、すごいし、それをまたまあ見て喜ぶ俺っていうみんなな感じで、そうそう、いやいいんですよ、もうに作る方もこだわって見る方もこだわった人が見てみんな幸せっていいっす、ね、ウィンウィンじゃないですか、素晴らしいですね、食べました。来たー。来たね。来たーっていうあのね。欲しいね。いいシーンですよ。この曲がかかったらもう、なんか安心感ありますよね。これあのこの夜間の着陸シーンのためにイルマへ行って、行きましたね、第二走行空隊の第二空の取材をさせていただいたんですけど、はいはい、あれの舞台ですね。そうです。航空機の質感を見るだけじゃなくて、夜の離発着を見たいっていうことで、それは実際訓練でやってる時に、だいたい月曜日とか火曜日が、ナイトの、なるほど、訓練があるので、はい、まあ、それに合わせてわざわざナイトのある日に夜行かせてくれっていうリクエストをして、それは珍しい経験ですよね。でもで受け入れていただいたんですけど、実はその時の取材を受けてくださったニュークの、舞台の広報担当の方がですね、お名前は言ってみようかな、サンさんという方が、ガルパン大ファン、封じでガルパン大ファン、意外とね封じも多いんですよ、ガルパン、いやまあだって我々の知り合いのね、知り合いだって今ガルパンの大ファンで本当になんで非常にあの取材はスムーズでした。あ、それ良かったですね、はい、しかし周りで照明つけてるのはあれ他の風紀員なんですよね、他の風紀員たちがあれ100人風紀員いるから、あのトラックでね、あのトラック全員あの照明つけてるのは風紀員の子たちが、これがね横でチラチラと黒金4機ですかね、多分そうだと思います、だから風紀員の車あの黒金だから、ああいうトラックで着陸場所を照明するのって実はあの離島で夜間照明施設のないところへ例えば救難機が降りたりするときに、うん、ああやってあの車で照明したりするんですよ ね、 ね、実際あのヘッドライトで、ね、どうしようもないときはヘッドライトでっていうのも言いますもんね、まあ、戦争中とかはねよくありましたけどね、固形燃料だったり、インフラがないですからね、二宮さん渾身のシーンが終わってしまいましたあれでもねさっき の、 あのギャラクシーの中、はい、あの作画ってすごいじゃないですか、あれね 3D じゃなくて回転ですよ、しかもあの吉本さんですよあれアクタスの、あれなんか原画マン吉本さんが描いた原画があまりにもすごすぎて動画の人が線入れられませんって書いたっていう、いや普通ねあの飛行機の中の特にああいうあの輸送機の中って割とのぺっとこう、うん、ね、はいはいはい、簡略化しちゃうじゃないですか、あそこまでちゃんと描くのかっていうのがね、僕もてっきりあれ 3D っていうかね、なんかあのまあ平面だけど、はいはい、そういうものでこう起こしたのかなと思ったらすごいです、ね、実は全部手書きだったって取れるときはそう取りやすいから開けるでしょうね。しかしあのあれですよね、磯崎神社のあの裏の山が非常にでかいんで、うん、この世界の大笑いは、はい、あのまあこんな廃校もあるって、これもだってあそこの神社のとこにあるわけですし、うん、実際だってこれ、ね、ほとんど福島でしたよ僕行きましたけどまあ大悟ですから、ね、大悟
大悟自体もいいとこですけど、ね、いやいいとこでした、うん、あのシャモがね、まあ、この世界はなんかそういう話ありましたよね前、この星じゃないって、いや別に私も誰も地球だとは言ってないですからあの 1G だとも言ってないしまあでもここの、で落ちてくるんですよだんだんと、だからねすごい古いものが残ってこの作画ですか、作画の、ね、ここ大変だったというみんなね動きが違うんですよ、これあの彼なんかブーンしてるだけど風紀はこうあんな感じですからね、スポイラーが立ってる、はい、このスポイラーの立つ数も全部合わせているそうですね、はい、そりゃいいけどああいう重いもの積んであんなにバンクするなよ、ね、腕がいいんですよ腕が、いや期待強度無理だろういやいやいやカーボン貼ってありますから期待も、飛行機も機体も中にカーボン貼ってますからそうなんだ便利だなちなみにあの二宮さんが計算したところによるとサイズ的には全部収まる、うん、収まるらしいですね、で重量的には、最大離陸重量を超えるので燃料を減らすと離陸できる、だからあのこの後すぐ空中給油機とあの合流しますんで、でも起動はできないよねそれってここ姿勢指示器がちゃんとわずかにバンクしてちょっと驚愕かかってますね、 あのあそこのちゃんとねあの計器の表記は一応それに正しくなるようにさ、ってこのためにだって二宮さんは、ね、そうアメリカからマニュアル買ったんですよね、全員集合、あのそういえば佐々木さんなんかあのいろいろ仕込んでいただいてる場合にはあんまり喋っていらっしゃらないんですけど、なんか思い残すところはないですか？あるんですよ、ちょっと仕込みがあってですね今日は特にあの日本とフィンランドの友好のために思いっきり喋らないといけないと思うんです。ちょうど本日収録日にですねニニスト大統領、はい、ニニストフィンランド大統領があの訪日いたしまして、ちょうど今頃安倍首相と晩餐会でご飯を食べてるんじゃないかと、僕らはこんなサンドイッチとお茶なんですけどね、すいません本当に申し訳ありません今日は3月の8日ですね、はい、晩餐会呼ばれなかったんですか？それ聞かないでよ今回呼ばれてねえんだよ今回はちなみにあの晩餐会だとあの歓迎でフィンランド料理かなんか出るんですかね？フランス料理だと思いますけどね。いやフィンランド料理ってこれっていうのって出てきたりするんですか？それはスウェーデンかノルウェー、みんな間違えるけどシュールはあのシュールフィンランドではございません。フィンランドじゃないんですよね。フィンランド料理はね正直あんまりごめんあんまり美味しいもんないんだ。まあ私もサーモンと魚介系は美味しそうな、トナカイと素材はいいんですよ、うん、あとベリーですよね。そうなんですね、うん、味付けがね塩と胡椒しかないんで、あとあのサルミアクしかないっていう。だから醤油を持ってけばねフィンランド料理はすごくうまくなるんで。でもあのなんかあれでしょ、有名なお菓子があるんじゃないですか？フィンランド。はい。サルミアキという皆さんご承知のお菓子っていうようにキツネ薬ですよ、あれどっちかっていうと喉飴みたいなもんですよね。あの昔ねおばあちゃんが、おばあちゃんがね食べてたあのジンタン、あれに近いですよ。ジンタンに近い、そうそう、あれも苦かったですよ子供心に。なんじゃこれやと思って、そうそう、なんでジンタンなんか食べるんだろうと思いましたもんね。あれに近いですよ。それ佐伯先生、僕がちょっと業界に配ってしまって声優さんに配ってましたよね。大変なことになったっていう大丈夫です、アニメ業界ですね。その前に別の作品ですでにサルミアキが声優さんによく配られてますあれ罰ゲームだよね。いやでもたまに好きな人が出る。あのイランコの方でフィンランド人の遺伝子を持ってるんだよ。あれでもねあの手のやつ。そう、あもういつの間にか、あボコミュージアムボコさんになっちゃいましたね。やたら動きのいい、なんかこのボコはちょっと細長いんじゃないかってちょっとあの監督気にされてましたね。スマートっていうか、監督以外誰が分かるんですかねボコの違いって。分からないです、そしてこのシュールな世界で、何も言うな、何も言ってはいかん。これは嬉しいですかね。 4DX で結構フラッシュ焚かれてましたよね。そうね、 4DX で何がすごいって、この僕が蹴られる時に、そうそう、背中もどんどん蹴られるのよ観客の。これ観客が実体験できる。そうそうそう、ボコしてんか、ボコられる、我々ボコだったんだっていうね。これ着ぐるみショーなの？これは着ぐるみです。あ、でも中人が入ってるんだ。これは中人入ってます。青猫、白猫、ネズミ、なんでしょうね。しかもその猫ね、鈴つけてて耳はついてるけど、なんだろうこれ。これ本当は何なんですかって監督に聞いたら、もうやっぱりドケンドケンって、ちょっと答えが返ってきました。言えないのが。いやそこはね、まあ、監督本当内角ギリギリ攻めますからね。内角ギリギリの球投げるの本当好きだからな。今もうその辺に一緒にいろいろ差し障りがありますので、はい、
けど、きっと。あ、そうそう、小林さんがね前言ってたから、このシーンのこの暗い感じは演出の、そうそう、あのブレードランナー昔の映画の後ろでロサンゼルス警察のファンを回そうかっていうね、大きいファンをゆっくり回そうって、あのシーンで、あのデッカードがいるところのあのシーンだっていう、ここでゴン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 ってファンを回そうっていう、なるほどと。そういえばブレードランナー新作作る、あ、作るらしいですね、ちょっと期待してるんですけど。あ、出ました出ました、モグコちゃんたち。左のモグコちゃんが好きです。僕も好きです。電球子、電球子ちゃん、このままですけど。だからさ、軍人関係者どんどん今落ちてるんだからさ、評判やめろや。佐伯さんもね、ご多分に乗る野望さんのシーンでは、いや、佐伯さん、今回ガルパンに ご協力いただいて大変ありがたいんですけども、もしかしたら佐伯さんの首を絞めてるかもしれないですよ。それはどういう意味ですか。いやいやいや、あの佐伯さんってそういう人だったんだ。キャリアみたいな。そう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 。お天というやつ。あ、黒歴史っていうやつですか。そうなんですか。いやいやいや、とんでもないですよ。もう。ますからで、ここのあのシベリアがね、はい、今や森屋貸し店さんで。振られておりますが、理事長自らお茶入れて持ってきてるんですよね、お盆を持ってるってことは。っていうか、あの理事長結構あれですよね、腰が低いというか。まあそうですよね、目がねうるうるしてて可愛いんですよ、なんかね。というか逆に言うと、戦車道で男の人って本当この人ぐらいなんですよね、ある意味。まあそうですね、他は全部出てきたのは、ね、あの女性ですからね、はい、ここのね、あの細かい歌よね。これ止めてみなきゃ絶対分かんない。いや、これね、安庁の P40 長期入院っていうこと。あれはダーチリンさんが壊したわけですからね、ドラマ CD で。もうそう、最初だからあの OVA の時に壊れたやつかなと思ったら実は違ってたらしい。その後にドラマ CD で壊したっていう。だから CV33 出すと、で P40 はなんで持ってこなかったんだろうねって言われるよねっていうところの、そういうのは全部一応もうこうやって潰してあるんですね。なるほど、素晴らしい。まあそれ言うと継続の車両もね、どこか持ってきたのかって書いてあるし、なんかどっかに書いてありますよ。止めないと分かんないけどね。今さ、KV1 はいつ出るんだろうね。さ、いやいやいや、それは言わない約束じゃないの。この船イタリア製じゃないですか。あ、これそうでしたっけ、この方が日清ですよね。フィアットアンサル、はいはいはい、フィアットじゃん、アンサルド製、アンサルド社製ですね。まだフィアットと合併してない頃ですね、はい、ウネビじゃなかったのあの船に関しても何にしようっていうのがテレビの頃からいろいろあって、その辺にはあの私のロマンを放り込んでおきましたあのこのシーンの、マホの服がですね、あのモデルグラフィックス、モデルグラフィックスの編集長がすっごい、あのダサさがいいんだよ。でもね、犬の散歩にそんなおしゃれしてる、そうそう、田舎の女子高生ってなかなかいないと思いますよ。そういうすごい生活感出てるんですよね。そうそうそう、リアルですよね。ちゃんとクリーニングしてあるっていうパンツァージャケットが。と、うん、さっきのシーン、ね、さっきのシーン、藤井さん、演出の藤井さんがアフレコの時に、アフレコダビングの時かな、横で見てて、ボソッて。まあ、何がですかね、まあ、まあロマンに詰まってるんですよ。マジカルパンツァーファーストが誇りのね、キラキラ回ってるのがね、すごく叙情的で僕好きなんですよ、ね、これもね、劇場で劇場じゃないと厳しい感じだよね。劇場で、ね、見えたり見えなかったりするんですよ。よく見てますね、本当に。37回も見ればはっきり見ます。で逆に音響はいいんだけど、この辺はやっぱりどうしても、まあ、スクリーンはね、スクリーンが暗いんで、まあ、その辺はあのピーを入れさせていただきますね。地方の人もいるんだから。そうそう、あ、これ2号戦車、これは私が新登場なんで、仕様書をか、 CG の仕様書っていうのを最初に作るんですけど、それを固める段階からいろいろ。これやっぱりなんか参考にされた設計図みたいなのあるんですか。一応実写の何車種かを参考にして、それを叩き台にして、あのまたこれしかない仕様を作ってますよね。だってこの道場2号って多分下手した数十両か重量単位で、まあだから全部変わってるから仕様が違いますよね、うん、まあでも今の F だよね、基本的には。基本的には F なんですよね、うん、あの OBM 類とかの配置をいろいろ考えて、かなりかなりやり取りしましたね。あれ、あの予備天輪を外したのは演出的ななんか意図があったんですか。まだいや最初のモデルだとついてたんですけどね、まあ、でもあのね、重心にこう、バケツが引っかかってるとかね、平和っぽくてね、はい、この誘導輪と最後の一番下の上部天輪内のたるみとか、私はこれつけてくれとかちゃんとこだわった部分、リクエストしたらちゃんとつけてくれる。ドイツ戦車って意外とたるんでるんですよね。 そうなんですよ。その後からピンと張る3号あたりから、ここで芝居ができますからみたいな話をしたんですけどね、うん
まあ私物ですからねあれもね普段乗りの普段乗りの車なんであの2号は自家用車にしてるっていう、うん、しかもあのなんで美穂が2号が好きかっていう理由がね今回明かされたっていう、こういうお姉ちゃんとの思い出があったからっていう、ね、でまたね一つだけ疑問なのはねああいうあのアイスキャンデーでハズレはハズレって書いてないんですよね普通何も書いてないんですよそれは何もないんだよねそう言われりゃそうですねそうなんですよまあまあそれは、ね、分かりやすさをねそうそう演出的なファンタジーだって何も書いてなかったら裏かもって思っちゃうじゃないですかいやいやこの世界では書いてある書いてあるんですねそうそう、このメーカーでは書いてあるそうそうこの選手の育成はなし得ませんこれだけ考えもう態度がさっきともくるっと変わっちゃって明るくもなってでもねこの人局長クラスでしょ、うん、でも事務次官のちょっと下の下ぐらいで相当偉いですよいやもちろんだからでも若いですね若いちょっと若すぎるかな相当ずらかもしれませんね、ああ帽子かぶってんですねそうですよだから顔つきはちょっと若いようには見えるけど、うん、もう40ぐらいいってんのかなっていうか下手すると50代ぐらいなんじゃない帽子かぶってるとしたら、うん、あ帽子、うん、いやってねあれだけ髪ふさふさしてるってことは結構ねスポットをいけるんじゃないかなってちょっとなんか妬ましい感じですよ私サウナみたいに熱い戦車とかですねいやここのシャーマン無敵ですよねかっこいいな出たシャーマン出たシャーマン紅白戦だからこれ赤い赤の仕様になってですね、敵方が、まあ、敵方と同じ大学生みんなパンター系列ってな、このアニメでなんでパンターこんなにやられ役なんですかそうなんですよね、なんか悲しいんですよそれはねなんかいろんな方から言われるんですけど、うん、パンターはもっとあの一番バランスの取れいい戦車なんだ。いや実戦だと意外とやられ役ですよパンターって、まあ、あの走るだけでエンジン燃えるような戦車ですからね今彼女の時計アクタスっていう時計、そうですそうですちゃんとああやってあのガチャのスープとか置いて、うん、あれですよねこの辺がなんかその13歳の可愛い感じ出してますよね、うん、あとね受話器がでかいんですよでかいそう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 どんだけ小さいんだよっていう、ね、小さいのかっていうそうやたらでこれ受話器でかいですよねまあでもねアリスがちっちゃいからっていうのをね表すには本当分かりやすいかなっていう、うん、電話機もかなり古いですよね、 古いですね、うん、あプッシュ式の電話っていうのもねあとあれですよね あのアリスの部屋がそっけないんですよ ねどうあ女の子の部屋じゃないです、ねまあ、生活感がないのは本当に、ね、でも寮の部屋だからここが、ね、大爆笑の部屋ですから、ね、この二宮さんがいいんだよねあとこのね藤棚の下のねこのゴミの山を見るとこいつは一体何日いたのかなとかいろいろね想像つくんですよ ね最初なんて何にもなかったですからあとこのシーンの椅子の原画描いた人がもう椅子は描きたくないって一生分描いちゃった、はいはい、なんか一夏かけて描いたって言いましたねこれここ椅子だけに、ね、なんか椅子だけでなんか給料を全部もらって、うん、いやだってなんかあのそのカットだけにあの人生注ぎ込んだのが今回多すぎですよかわいそう ああそうそうここのだってもうこの彼女たちがマッチョになってるわけですからね1年生たちがね文明をこう築いてるんですよもうだいぶね文明が進んでるんですよ、ね、狩猟採集からこう石器時代かよ、いやあもう土器は過ぎたんでもう焼いてんだ今はブツブツ交換も始まってる時期なんでそうですね、あの後ろにあったティッピーはで一応あの、お笑いのそのキャンプ場にあるやつを参考したんじゃないかなって気がします。しかも魚がなんかボラとかなんとかね、多分あの辺で取れないのがあるから、それがなんか交易が行われてるらしいですね。そういう話はしてました。